はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、タイトル通り最強のレベル上げ金策ということでね、本日もやり方をご紹介していきたいと思います。ただしですね、ただしこれはかなり禁じ手の上げ方、稼ぎ方なので、ちょっとね、見てる人によってはとてもね、不快感を与えるかもしれません。ナルトの二代目ホカゲの江戸転生並みにね、かなり禁術の技となっているので、やる方は自己責任でお願いいたします。まあやるんだったら中盤から後半にかけての、稼ぎ方ですかね。前半でやろうと思えばやれるんですけど、ちょっとねもったいないことになっちゃうのかなっていうので、あまり前半でやるのはお勧めできないです。はい。で、用意するものがあって、こちら、どどん、はい、福引き券。まあこれを見たらね、お分かりの方中にはいると思います。この福引券を使って今日はお金と経験値を稼がしていただきます。まずね、ゴールドの稼ぎ方なんですけども、用意するものが、まあ先ほどの福引券と、できればねお金をもっと稼ぎたいよっていう方いるんでしたら、こちらラグアスくんの、スキルなんですが、ロイヤルスキルね、これ獲得ゴールド 10% アップで、できればこちらに銀のパネル、まあ最大ね虹のパネルでもいいんですけど、パネルを入れてもらうと、はい、さらに、30% ゴールドが増えちゃうっていうことと、はい、ベストスマイル、こちらね、最高の微笑みで獲得する経験値とゴールドがアップ。そう、ベストスマイルをすると経験値とゴールドがアップするので、ベストスマイルもご用意すればなおかつ報告稼げます。そしてさらに用意するものが、まあ、できるだけね会心系の技、まあ、斧だったら魔人斬り、まあ、槍だったら一閃突きか、もしくは多段攻撃ができる、爆裂剣だとか、特にこの素手は会心率が結構出るので、会心がなので、まあ、素手もなかなかおすすめです。あとは紺の氷結乱撃とか、まあ、こういったね多段攻撃、天下無双だとかといったものをねご用意すれば、倒せるんではないかと思います。ではやり方は、こちら、まあ福引きをするんですが、できれば10枚以上用意してほしいな。うん、10連福引きでパッとパッパッパッと吹いていく感じかな。で、狙うのはゴルスダ軍団のコインです。3等だね。3等のゴルスダ軍団のコインを当てることができる。おっと、金色、あ、特等当たった。さあではね、やっていきましょう。こんなに当たりやすいんだ、特等。そんなことないよね、珍しい。お、来た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 。あれ1等だよね。お、爆弾岩、あ、3等これで当たったよね。さあ、ゴルスラ軍団と1等の迷宮コインの破片を、当たりましたね。さあ、さらに引いていきましょう。あれ、また特等が当たってるんですけど、結構当たるんだな。はい、ってことで、ここでね、福引き券もゼロになっちゃったよ、もうゴルスラコイン当たらなかったよっていう方は、で、こう作戦でタイトルに戻る。で、こうやって戻っていただいて、先ほどの、ね、セーブした、その福引き券引く前の、セーブデータをまた読み込んでください。さあ、これで、減る前のね、227枚に戻ったということなので、さらにね、また、引いてもらえれば、ゴルスラコインが当たるまで引いてもらえれば大丈夫です。ここら辺がちょっとね、下法なので、そんな楽してね、経験値とかゴールド稼ぎたくねえよっていう方は、っていうか、まあ、レベリング自体をね、ドラゴンクエストシリーズにあたってのね、楽しみ方なんだよと思ってる方は、正直このやり方はお勧めしません。うん。僕もどっちかっていうと、レベリングは楽しみながらね、上げていくもんだというものだと思ってるので、このやり方はね、非常にお勧めできないので、まあ、このデータも正直使わないです。うん。なので、まあ、こういうやり方もあるよって参考にしてもらえればね、まあ、いいかなと思います。さあ、220枚引き終わりました。まあ、コインね、どれぐらい貯まったかというと、あれ、どこにあるんだ？お求め袋コイン。あった。さあ、ゴルスラコインが5枚。
そしてさらにはメタキン軍団コインが4枚っていう形になりました。今回はまあお金なので、まずゴロスラ軍団コインを行っていきたいと思います。さあ、そしてドロシ君にコインを渡して、ゴロスラコインを使います。ということでやっていきたいと思います。まずやっぱりね、ゴールデンスライムだね。魔人斬りをゴールデントーテム、まだ倒すな、いいね。まあ、できればゴールデントーテムにもやりたいんですけど、ちょっと逃げちゃうといけないので、先にちょっと縛り打ち、ゴールデントーテム倒しちゃったんですけど、これ無知でメタル系でやるとこうやってね、麻痺させることができるので、まあ無知を使える職でいくとこういう風にね、麻痺らせることもできるので、逃げなくさせるようにね。なので無知使い一人いてもいいかもしれません。で、蒼天魔禅をゴールデントーテムにして、あ、蒼天魔禅じゃなかった、間違えた、待ち切りだった。で、ここでベストスマイルをゴールデントーテム A にして、とおいしょ。で、しびれて動けないね、大丈夫だね、 OK。 で、魔人斬りをゴールデントーテム A にすると、まあ、特に盗みにしましょう。盗む、あ、盗めないんだ、なるほど。で、ベストスマイルもしたいんで、ここは防御で、ベストスマイル、そしてここ魔人斬りも魔人斬り、おいしょ。おっと、もう一匹出てきた、いいね。じゃあまた縛り打ちで、はい、麻痺らして、ゆっくりベストスマイルをやると、でもって魔人斬り、これはもう普通にキラージャグリーでしょう。キラージャグリングもただ攻撃なので、はい、 OK。 で、魔人斬り、さあゴルスラ軍団をやっつけた、記録15手、記録更新、4481の経験値と、さらには408ポイント、はい、51090ゴールド、はい。さらに元気玉を使ったら、これだけお金増えました。71,346 ゴールド。しかもこれゴールデントーテム1匹逃してます。なので元気玉をね、使うことを忘れずに。まあ、福引き引いてたらね、元気玉当たるのでね、結構使っていいかもしれない。はい、ってことで、5枚使い終わって354,104 ゴールドになりました。さらに今稼いだお金で、こんな感じかな。で、買うと500ゴールドで1枚なんだよね、福引き券って。さらに198枚手に入れました。で、これも買えないかな、じゃあ別のやつ買えばいいかな、おいしょ。これで198枚、さらに、福引き券も手に入れました。さあ、そして、おまとめ袋を見ると福引き券601枚になりました。で、福引きを引く前に、セーブをしてください。セーブ、この7は、先ほどのセーブが僕こちらですね、7は、捕まないような、セーブにしておきますので、はい。さあ、今度はまた福引きを、601枚消化していきたいと思います。さあ、福引き券で600枚引き終わりました。さあ、結果はというと、道具のおまとめ袋、ゴルスラ軍団コイン4個少なっ。さあ、それでちょっとね、あんまり納得いかないよっていうことでしたら、こちら作戦タイトルへ戻るで戻っていただいて、セーブしたとこから始めて、また再度福引きを引き直してください。まあ、っていうようにね、やればものすごいお金が稼げる。うん、ゴロスラコインを、引いて倒して、そしてまたさらにアイテムを買って福引きを稼ぐって言ってやると、お金も稼げれます。はい、次に経験値。まあ、これも同じなんですけど、用意するものも、こちらね、ラガス君、獲得経験値アップ。これちょっとね、ごめん、スキルパネルはめちゃったので、レベル1の状態だと、10% なんですが、銀をはめると、レベル2段階上がって、20% に増えます。なので、まあ、虹とかあればね、もっともらえるんでね。はめてください。まあ、ということと、先ほど言った、改心系と多段系の、
エバさんと、あとは、前回もねお伝えしたこのエンゼルボー元気玉、そして、料理を用意していってください。はい、ドロシー君の前に来ました。食べ物も食べて、元気玉も使っております。ではね早速行ってきます。高吉レベル1戦士にね、転職してやってきました。ただねレベル1だとワンパンで倒される可能性があるのでちょっと怖いんですけども。さあメタキンコイン、さあまずははぐれメタルが一番多分経験値持ってると思うのではぐれメタルを倒したいんですが、ベストスマイルやる前に逃げ一家3枚おろしやっちゃえ。もう3枚おろし、さあそしてメタルブラザーズを倒して、さあしびれ打ちで、さあ麻痺させる。これはね確実にダメージが与えたら、ダメージを与えたらメタキン系メタル系は麻痺させるのね、縛り打ちは。なので当たりさえすれば麻痺させます。ミスしたら、麻痺はしないので気をつけてください。さあベストスマイルでもって、マジン切りと会心の一撃ミスって言って倒したんだけど、よくわかんない出来事が起きたぞ今。さあ4手、さあ123,446ゴールド、さあ一気に高吉くんレベル38になりました。はい、っていうようにね、あっという間にレベル上げできることができます、この方法使えば。まあとはいうものの、今回僕リセット技をちょっと使ってないんで、一回使ったのかな、ん、一番最初に一回だけ使ったのか。うん、まあ、あのままでも結構いけたんですけども、まあ、リセット技は使わなくても、結構、ゴルスラーコインさえたくさん当たれば、まあ、容易にできる技なんですけど、まあ、正直ね、このバランス崩壊しちゃうので、まあ、楽しくないって思う方はいるよね、このやり方して。さらに経験値とお金も、まあ、そうなんですけど、まあ、福引きで結構ね、そこのね迷宮コインも稼げちゃうのでアクセも作り放題になっちゃうんですよね。さらにレアアイテムのはずの世界樹の葉、僕ね何回捨てたことか。うん、なのでかなりねバランス崩壊しちゃう技っていうか、まあやり方なので、まあどうしてもねレベル上げゴールド稼ぎがね僕ね苦手でやりたくないんだよっていう方はこれは使っていいと思うんですけど、それ以外にねドラゴンクエストシリーズはねレベル上げのも楽しみの一つなんだって思ってる方はこれあんまりやると楽しくないのでおすすめができません。まあやりたい方はね、まあやってもらっていいと思います。はい、ということで今日はね、最強の金策経験値稼ぎっていうことでした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。